マツコデラックスさんとスマップの元メンバー木村拓哉さんはなんと高校時代同級生だったのです。木村さんの方はその高校に1年通った後、芸能活動を本格化させるために別の高校へ進学しており、たった1年だけの接点で同じクラスになったわけでもないのですが、確かにこの2人は同じ高校に通っていたのです。一時期は共演 NG の噂も出ていた2人でしたが、2017年、マツコさんの冠番組にてついに共演することになりました。この2人の関係性に関するエピソードをいろいろとご紹介していきます。共演 NG？ 2人は高校時代、千葉県の小手橋高校というところに通っていました。そんな木村拓哉さんとマツコさんですが、かつては共演 NG だと噂されていました。木村さんサイドから NG の通達があったとされています。しかし最近になって共演したり、お互いがお互いの話をするようになったことから NG が解かれたか、そもそも NG なんてなかったのでしょう。初共演。2人の初共演は2017年、夜の巷を徘徊するという番組でした。マツコさんの冠番組で、マツコさんがあてもなく夜の街を気が向くまま徘徊するという番組です。その中で2人は芸能界で再会した時の話などをして盛り上がりました。ちなみに再会したのは高校の時以来25年ぶり。木村さんはマツコさんに対し、誰がマツコになったかわからないと言ったそうです。ご存知の方も多いかもしれませんが、マツコさんは女装して活動しています。高校の頃は普通の男子だったマツコさんも、今やお姉タレントの代表格、当時の面影などほとんどないのでしょう。また番組内で木村さんはある心配事を話しました。それぞれのテレビ局の人たちが自分たちじゃ言えないなってことを全部マツコに背負わせて、マツコだったら絶対番組内で一本背負いて全部投げてくれるからって企画してるんだよと、マツコさんを気遣ったのです。仲良しエピソード。高校時代は接点がなかった2人ですが、現在は本当に仲がいいようなんです。徹子の部屋という番組の45年突入スペシャルにて、再びテレビでの共演を果たした木村拓哉さんとマツコさん。木村さん曰く、こんなに出たくなかった、僕と同じ学校をしていたとのこと。一方のマツコさんは木村さんに対し、いるだけでかっこいいけど至って普通に過ごしていた、かっこいいだけじゃなく可愛さも残っていたと話しています。またマツコさんは木村さんの家に招待された時のことも話しています。立派だけどびっくりするくらい普通の家、びっくりするくらいこの人家だとオーラがなくなる、本当にいいお父ちゃんみたいになっちゃってと、家での木村さんの様子を話していました。木村さんといえば元おにゃんこクラブのメンバーである工藤静香さんと結婚し、今や娘のこうきさんとここみさんも芸能界で話題になっています。そんな木村さんとその家族のことを話すと、対する木村さんも負けじと、自分の家だから横になろうとしたら寝てんじゃねえよじじいと言われたと話していました。またマツコさんが体調を崩して入院した際にお見舞いメールをした木村さん、水を買えという一文だけ送ったそうです。病院では点滴などを早めに循環させないといけないため、水を買って飲んでほしいとの思いからメールをしたようです。文が短く冷たいように感じる方もいるかもしれませんが、木村さんなりの優しさなのでしょう。マツコさんもメールをもらい、すぐに水を買いに向かったと語っています。この他木村さんのラジオにマツコさんがゲストで出演した回もありました。オンエア中、マツコさんはスタッフからプライベートで会ったことはありますかと聞かれました。するとあるってなっちゃうといろいろ言ってしまいそうだから、ないっていうことにしておくと言いながらも、本当に素敵だと思うと発言。木村さんは完全に普段会ってることバレバレじゃねえかと笑いながら返しています。学生時代仲が良くなくても大人になって仲が深まったようですね。マツコさんと木村さんが仲が良くなった裏にはジャニーズの力が働いているとの噂もあるようですが、本当のところは分かりません。そんな中で誰もが知るほどのトップスターになったマツコデラックスさんと木村拓哉さん、芸能界の大変さも身に染みで感じていると思います。そんな2人だからこそ、お互いに尊敬し合える面や分かり合える部分があって仲がいいのではないでしょうか。木村さんとマツコさんの仲がいい同級生だからこそできる話を見たり聞いたりすると、なんだか聞いている方も嬉しく楽しい気分になります。マツコさんはある番組の中で木村さんに
一緒に住んでよと言ったこともあるんです。これに木村さんはありっちゃありと笑顔で答えていました。そんなことを気兼ねなく言い合える友達というのはいいですね。マツコさんは木村さんのご家族とも仲が良さそうですし、娘のコウキさんやココミさんと共演するところも見てみたいですね。彼らのさらなる活躍に期待したいです。